ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送4月度スペシャルドラマ3人だけの早朝特訓。おはようございます。って誰もいない。かなたちゃん一番乗り。早朝特訓が楽しみで早起き頑張っちゃったからな。二人が来るまで、ちょっとだけなら寝ちゃってもいいよね。おやすみなさい。おはよう。おお。あれ、驚かせちゃった？ごめんね。かなたちゃん、なかなかにスヤピ体制入ってたから、もうちょっと遅れてくれてもよかった。スクールアイドルとしては秘密の特訓って憧れなんだもん。遅れないよ。かなたちゃんも楽しみだからこんなに早く来てたんでしょ？ひひひ、それはそう、やるぞーって気持ち。って、あれ、そういえばかりんちゃんは？あれ、一緒に来たんだけど、いない。どこに行っちゃったのかな。ああ、これはもしやあれでは？やっぱりあれかな。迷子。かりんちゃん、今行くよ。待っててね。それに、かなたも。こんなところでうたた寝なんてしちゃダメだよ。まだ寒いんだから、風邪ひいちゃう。あら、寝てた？あ、ごめんなさい、つい。でも、迷子になってなくてよかった。迷子になんてならないわよ。エマと一緒だったんだから。あ、でも、校門をくぐって朝日が綺麗ねって眺めているうちに。あ、かなたちゃん、それわかるな。日を浴びてるのになぜかうとうとってしちゃうんだよね。そうなのよ。で、うとうとしながら歩いていたら、ちょうどいいところにベンチがあって。置いていっちゃってごめんね、かりんちゃん。置いていくなんてひどいわ。って、はぐれたのは私だけど。まあまあ、無事だったんだからよしとしよう。そうね、だんだん目も覚めてきたし、3人で約束した早朝特訓をしましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。二人とも、その調子。さっきよりずっといいわ。きついよ。ちょっと休ませて。私も。じゃあ、10分休憩。その後は自主練にしましょう。エマ、昨日試してみたいステップがあるって言ってたわよね。うん。この早朝特訓でバッチリ覚えたいの。ああ、なるほど。かりんちゃんってばそういうことだったのか。え？かりんちゃんがどうしたの？かなたちゃん。かりんちゃんが今朝いつも以上にお寝坊さんだった理由が分かっちゃった。かなた、いいのよそれは。なになに？二人だけ知ってるなんてずるいよ。私にも教えて。いや、本当に大したことじゃないのよ。あのね、かなたちゃんとかりんちゃん、昨日の夜遅くまでオンライン通話してたの。かなたちゃんは課題をやってたんだけどね、かりんちゃんは
エマちゃんがやってみたいなって言ってたステップを調べててね。カナタ、いろんな動画サイトを見て研究してたんだよ。だから今朝はいつも以上にお寝坊さんだったんだね。カリンちゃん、私のために。もう余計なこと言わないでよカナタ。それに違うのよエマ。もちろんエマにはエマなりのやり方があるって分かってるの。エマの思う通りにやればいいわ。でも私はダンスなら得意だから、もし何かアドバイスしてあげられることがあったらなって、それだけなの。あくまでもエマの思う通りにやるっていうのが大事なことに変わりはないから。カリンちゃん、うわっ、エマ苦しい。カリンちゃん大好き。あ、カナタちゃんもキュー。カナタちゃんのことも大好きだよ。二人とも大好き。苦しいってば。もうねえ、私にも何かできることがあったら教えてね。カナタちゃんも3年生同士助け合っていこうね。